はい、こんばんは、島津です。ディシートなんですけど、昨日生放送でした後にね、大型アップデートが来まして、ね、なんとね、いろいろ追加されました。まずね、画面なんですけど、見て分かる通りね、一新されております。で、前々から自分が思ってたやつ、ロビーでのパーティーチャットが打てないっていうやつだったんですけど、今回で追加されました。ここに適当にアとか打ってね、ここあれどこに出てる、あ、下に出てるね。で、あとね、フレンドもスチームでフレンドになってる人たちはここに出るようになってますね。ゲームにインしてるかどうかっていうのと、で、こっから直接誘えるのかね、多分だけど、パーティーとかに、あ、ここに出てるわ。あー、いけるいけるいける、こういう風にね、誘えるようになっております。だから多分ね、昨日あったみたいな勝手に落ちたりとか、そういったバグもちょっとなくなってるんじゃないかという、うん、まあ期待なんですけどね、信じたいなと思っております。で、あとなんですけど、別のところで言うと、キャラがね、増えました。2人、おじいさんとね、これじいさんと、ちょ、名前がね出てこないかなんて分かんないんだけど、女の子ね、2人増えました。どういった、まあ、能力を持ってるかっていうのは現在は分からないので、ここかな、ツリーで見れるのかな。あー、見れるね。誰が誰の特有の、スキルなのかっていうのがちょっと今のところ分かんないです。で、もう一つの特徴としては、サーバーがね、選べるようになりました。今まで言語で、固定でサーバー選択されてたんですけど、好きなサーバーが選べるようになりました。中国、英語圏、そして日本圏ね。で、ここに今何人の人が検索かけてるよっていうのが出ます。うん、なんですが、まあ、日本人がね、ちょっと少ないんですね、現状。だからやるんだったら、ここのイングリッシュクリックして検索かけないとちょっと難しいですね。あと、中国とアップデートしたばっかりだからかもしれないんですけど、人が今のところ少ないです。9人ぐらいしかいない、検索今かけてる人。まあ、こういう風に選べるようになりました。なので、日本のね、人が多ければ、日本サーバーをクリックすれば、日本人と当たる、野良でも。ということが可能になりました。今回はね、ちょっと、日本の方はいないんで、英語圏内で検索書きたいと思います。あとね、ランキングとカジュアルっていうのが増えましたね。カジュアルっていうのが気軽にできるやつなんですかね。うん、またね、ランキングとカジュアルの違いがいまいち分かっておりません。なんか報酬がもらえるのかもしれない、ランキングの方は。月間で、これデッドバイみたいに、月間でリセットがかかるんで、ランキングに今15なんですけどね、多分来月あたりにはまだ20とかそういったリセットがかかると思うんですけど、まあ、その時に報酬がもらえるのかもしれない。で、今ちょっと検索かけてるけど、3人いるよって言ってますね。4プレイヤー、6プレイヤー、イングリッシュ圏内で、今6人の人とマッチング、あ、6人の人がマッチング検索かけてますよって出ます。ちょっと親切になりましたね。今何人のプレイヤーが検索かけてんのかって、まあ、こういう風にね、サーバーが選べるようになったので、言語ね、日本語に設定しても問題ないです。自分日本語に今してるんですけど、まあ、ちょっと待ちましょうか。引っかかるかな。アップデートで今かそってるのか、純粋にかそってるのかちょっと分かんないんだけど、まあ、でも
人たくさん増えてほしいですね。しばらく待ちましょう。プレイヤーサーチング、今4人の人とマッチしたってことかね。あれ1人になった。うん、ちょっとあれだな、遅いですね。あ、来た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 。じゃあやっていきたいと思います。ほら、日本語になってます。 OK。 1っていうのはランキングを表してるのかね。うん、ちょっとすいません、そこは分かんないんだけど、なんか1って表示されるようになってますね。じゃあやっていこう。あとちょっとね、バランスのところで言うと、ゲームバランスで言うと、感染者の方に少し調整が入ったみたいですね。翻訳してみたんだけど、いまいち分かんないんですけど、変身するときの血液の消費関連がなんか書いてありました。ほうほうほう。あ、リセットされてるのか。はい、検出不能。あ、はいはい、これと、やばい、始まる始まる、バレットタイム。ちょっと待って、ない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 、うそ。はい、チーズ。やばいやばい、始まる。あ、カメラスキルつけてないのに。じゃあやっていこう。やばい、カメラがない。What happened to me? OK。 感染者だ。喋ってるのよく聞こえますな。あったあったあった。あれ、誰かコックンしたぞ今。バレてない。We should have trust this one. Number 6? 16 infected. Ah, もう相方やめてよ。そんな大々的に飲んじゃいけないでしょ。あ、うわー、バレたな。きついよ、これ、しょっぱな。I'm taking this. 逃げてるね。Leave this to me.とりあえずトラップ取られたか。血液どこけ。あ、今とりあえず見失ってるね。自分取ってないんだよな、何も。いっぱい、あ、ここで変身できるね、頑張れば。いけるか。ダンス変身した。俺負けじと変身しないといけないけど、あ、血液パックが1個になった。あ、分かった分かった。バランスがね、暗闇の時血液パックが1個になるみたいですね。明るい時は2個っぽいけど。よしよし、俺も変身しよう。明るい時は2個っぽい。動いた。そういったバランシングがされたみたい。あれ、 OK、 Hughes get。 なるほどね。だから明るい時、まあ、リスクを貸して飲む代わりに2個取得できるよと。ゲージが、あのね、血液、あ、1個の輸血パックで 0.5 なんですよね、ゲージが増えるのが。あ、そうそうそう。だから明るい時は2個取りできるけど、暗い時は1個取りしかできないよってことなんだね。はいはい、ごめんね。相方死んだぜ。オッケー、ゴーゴーゴー。オッケー、ゴーゴーゴー。行く行く。相方殺されたな、これ。ボートされたか。多分。
るい時2個ですよね。サイトおセンキューセンキューか分かんない。でもいい感じだ。なるほど、こうなったか。あ、これ取らしたくないね。あ、でもありがたいバランシングかもしれない。危険を犯してね、2個取りに行くじゃなくね、取りに行けるなんかご褒美が増えた感じですね。あ、上にあった。トラッカーか。あー、やばい、 0.1 になるな。ナンバーワンはイノセント。多分1個になるよ。ほら1個になった。1個になるか。そっか、助けて、 Help me。 OK、 バッテリーゲット。平和村と思わせて、いけろ。あれ、2人で行動してる。いや、してないね。くそ、やめだ、変身できないわ。2個手に入れるの難しい。あ、しかもちょっと分かりやすくなったね。あの敵位置が分かるようになってる。トラッキングしなくても。 OK、 ゴーゴーゴー。はあ、ぴったりいいね。バレてねえかな俺の存在。バレてるか。この裏切り者、この裏切り者。飲んでたところバレたか。ダメだった。みんな一緒に固まってて、勝ちた。あ、いろいろ変わりましたね。あ、平和村だ。3人多分固まってたんだろうね。で、ゴクゴク言ってたから、もう俺しかいないってことですね。うんうん。インターフェースが変わってますね。プレイヤー、サスケさんとワンワンボール。ギブ、ラップギブ、ちょっとわかんないな。早期に対決する、あ、対決するためのクリック、はいはい。いやー、バレてもだな、しょっぱな。飲まんければよかったね。固まってたか。パンダフィウス。パンダフィウス、パンダフィウス。ちゃんと固まってるかどうかも確認して、飲むか飲まないかって判断しないといけないですね。裏切り者って言われたね。This is our way out. To the exit. もう余裕かまして、もうトラップ突き落ちてるね。誰もいないから。最後の健全者が脱出せよ。はい、GG。See you. See you. Japan. Bye bye. はい、バイバイ。バイバイ。バイバイ。あ、新キャラ使ってるね。何人か、2人だけか、2人だけ今新キャラ使ってますね。はい、ね、残念ながらね、あのバレてしまいましたが、とりあえず、大型アップデートで、ね、こういったインターフェースの変化やら、バランシングが追加されてるみたいです。はい、ということでね、本日のディシートここまで通しときます。ご視聴ね、ありがとうございました。またね、生放送とかでやっていくんで、よかったらね、来てやってください。それでは、島津でした。失礼させていただきます。あ、オフラインでちゃんと出るね。ふんふんふん。桜井さんが出てこんの？これなんかね、今、なんか丸ボタンがついてたけど。OK！
そういうのはね、また今後解明していきましょう。ではでは、失礼させていただきます。